マイクロソフトマイクロソフト Windows、Windows NTK、Windows NT 8、Windows 8.1、Windows 8はマイクロソフトがリリースした Windows シリーズに属するパーソナルコンピュータ及びタブレット端末用のオペレーティングシステムである。3種類のプレビュー版のリリースを経て2012年8月から10月末にかけて正式版が順次リリースされた。 2013年10月18日より Windows 8.1の提供が開始された。Windows 8.1は Windows 8と同一のサポートライフサイクルポリシー下で提供されるため、便宜上、本校の Windows 8.1説などで合わせて説明する。Windows 7までのバージョンではパーソナルコンピューターでの利用が想定されていたのに、 対して、Windows 8ではモダン UI の採用、Windows Store の同時リリース、Microsoft アカウントや OneDrive による、クラウドサービスへの対応強化、ARM に対応した、Windows RT の同時リリースなど、タブレット端末で先行して多く採用されていた、iOS や Android を強く意識したものとなっている。開発コードネームは、8として開発が進められ、 正式名称にも採用されている。製品名の8は Windows シリーズ8番目のクライアント向けのメジャーリリースであることに由来する。ただし内部バージョンは6.2であり、実質 Windows7 のマイナーアップデート。2011年9月から2012年6月まで3回のプレビュー版の公開を経て2012年8月1日に、 開発が完了したことが発表された。正式版は2012年8月15日より MSDN やテクネット加入者向けに提供され、同時に90日間無料体験版も提供された。2012年8月16日にはソフトウェアアシュランス向け、2012年8月20日には、 マイクロソフトアクションパックサブスクリプション向け2012年9月1日に SA ミカニュのボリュームライセンスに提供されたその後2012年10月26日に一般が向けに全世界への発売が開始された Windows 8はモダン UI デザインを採用した従来の Windows Vista や7で採用されていた立体感のあるリッチデザインを廃し w i n d o w フォン7で採用されたフラットデザインが全面的に導入された。Windows Vista や7のログオン画面、壁紙、コントロールパネルなどの模様が取り除かれ、すべて単色の背景になった。Windows エアロのエアログラスが廃止され、これまでの Windows と比べデスクトップ画面のデザインがシンプルになり、またトーンもパステル調に近い柔らかいものになっている。タスクバーは 透明度や立体感を抑えてはいるものの、引き続き半透明なデザインではあるが、透過部分のぼかしがほとんどない仕様に変更された。また、ウィンドウのタイトル文字列がタイトルバー中央に表示されるようになり、ウィンドウやタスクバーのアイコン周りなどのデザインは直線的で四隅が直角なものになり、最小化や閉じるなどのボタニやスクロールバーなどもモダン UI 調に変更され、 システムフォントやマウスポイント、クリック時のアニメーションも変更された。ウィンドウ枠の影はアクティブウィンドウの場合にごく薄く表示される程度になり、非アクティブウィンドウ時には全くなくなった。エアログラスの代替として背景画像の平均的な色調に応じてウィンドウの枠などの配色が自動的にほぼそれに調和するように設定されるエアローとカラーが 新たに搭載された。Windows a ア r のシェル操作は引き続き搭載されている。表示されているすべてのウィンドウを一時的に半透明にする機能は、規定では無効化されているが、設定により有効化することができる。このように、デスクトップの Windows a ア r そのものは継承されているが、その仕様が大きく変更されている。なお、Windows 7の a ア r デスクトップテーマファイルは、 互換性があり、Windows 8でも利用可能であるが、エアローとカラーに特化されたり、パノラマ画像が組み込まれたりした Windows 8用のデスクトップテーマファイルは Windows 7での利用はできない。また、Windows 7までは使用可能だったクラシックテーマは廃止されている。スタート画面 Windows 8のスタート画面のイメージ Windows 8が起動すると、この画面が フルスクリーンで表示される。Windows Phone と同じく、ここにはアプリケーションソフトウェアのタイルが並べられており、画面の模様や配色が変更できる。独自の写真を貼り付けたりすることはできない。この UI は従来のタッチ操作のできないパソコンやタブレット端末、大きなタッチスクリーンでも操作できるように設計されている。従来のような デスクトップ上で複数のウィンドウを使用するスタイルではなくアプリはそれぞれ全画面で表示される従来のデスクトップはタイル内のデスクトップをクリックすると切り替わる画面右端にチャームバーと呼ばれる縦長のメニューバーが新設され通常は非表示であるがマウスカーソルで画面右上隅または右下隅をポイントすると表示されるようになっている タッチスクリーンでは画面右端から左へスワイプすることで表示され、これはスタート画面のみならず従来のデスクトップ画面でもその場でオーバーレイ表示される。このバーからは検索や他の機器とのデータの授受、モダン UI による設定などをいつでも行うことができる。 2012年11月20日に、まだ開発初期で公には公開されていなかった2010年当時の、Windows 8の UI のモックアップが明らかとなったが、チャームバーやタッチキーボードなど一部のデザインが、今と違う他は全く変更されておらず、ユーザーインターフェースは2年以上前からすでに、決まっていたものとされる。サイン,インサインアウトマルチタスク操作 Windows 8には、 タッチやマウス操作によって行えるマルチタスクジェスチャが搭載されている。キーボードショートカット Windows 8にはモダン UI をキーボードでも操作できるようにいくつかのショートカットが搭載されている。Windows 8ではモダン UI アプリと従来のデスクトップアプリケーションが動作する。モダン UI アプリは新しいソフトウェア基盤である Windows Runtime を利用して動作し、基本的に Windows Store からのダウンロードでのみインストールできる。なお ARM デバイス向けのエディションとなる Windows RT では付属しているデスクトップアプリケーションを除きモダン UI アプリのみ動作する。モダンアプリケーションいくつかのアプリがプリインストールされている。このアプリは Windows Store で最新バージョンにアップデートできる。 デスクトップアプリケーション搭載されているアプリケーションのほとんどは Windows 7と変更点はないがデザインや機能が刷新されている Windows 8.1は Microsoft が2013年10月18日より提供するオペレーティングシステムコードネームは Wind Blue Windows BlueWindows 8の仕様変更改良版として アップデート時現在すでに Windows 8を利用しているユーザーは Windows Store を通じて無償でアップデートすることができる内部バージョンは6.3マイクロソフトは同年3月26日に開発を公式に認め5月8日にはパブリックプレビュー版が6月26日から28日にかけて開催されるビルド2013カンファレンスで 公開されることを明らかにし、正式リリース時期を公式ブログで明らかにした。5月14日に開催された JP モルガンテクノロジー主催のカンファレンスでタミレラーによって正式名称が Windows 8.1に決定したことが明らかになった。5月30日には新機能の一部詳細が明らかにされた。6月26日にストアを通じて プレビュー版のダウンロードが開始された。6月28日には、プレビュー版の ISO イメージファイルも公開された。アップデート時現在、Windows 8を利用しているユーザーは、Windows Store から無償で、同じエディションへのバージョンアップが可能。有償のリテールパッケージ版でも可能である。Windows 7、Vista および XP を利用しているユーザーの場合は、 優勝のリテールパッケージが必要。クリーンインストール版のみ提供で Windows 7からのみ、すべてのファイルが引き継がれる。Windows 8.1のライフサイクルポリシーは Windows 8と同一の下で設定されており、Windows 8のユーザーがこのポリシーに基づくサポートを受けるためには、Windows 8.1へ正式提供から2年以内にアップグレードする必要がある。 このライフサイクルポリシーの形態は以前の Windows 向けにサービスパックがリリースされた際にも適用されている。Windows 8.1には WDDM1.3 の採用や DirectX11.2 の追加、UI の改善、設定の引き継ぎが可能な OS の変更など OS の仕様を変更する修正が多く含まれる。サポートライフサイクルポリシーなどの観点から Windows 8に対する Windows 8.1の扱いは以前の Windows におけるサービスパックに近いものであるが既存のサービスパックでのバグフィックスの範囲を超えた数多くの修正が含まれている。Microsoft は Windows 8.1はサービスパックではなく全く新しい Windows であると主張している。なお Windows 8.1の8.1は読み方が一定ではない。 8.1, 8.1, 8.1, 8.1等の読み方がよく知られている。Windows 8の正式名称が Windows 8であることを鑑みれば、8.1または8.1が道理的に正しいことになるが、家電量販店では主に8.1という故障を採用していた。これはかつての OS である Windows 3.1も同様であるが、 3.1の読みは3 1の故障でほぼ統一されている。8.1や3 1と故障されることの多い理由は日本語による語呂の都合によるところが多いためと推測される。Windows 8.1アップデートとは2014年4月2日にサンフランシスコで開催されたビルド2014で発表された Windows 8.1の大型アップデートのことである。 同日、MSDN サブスクリプション会員向けに先行公開、提供された。一般公開、提供は、米国時間2014年4月8日になる。このアップデートで、内部バージョンの番号に変化はない。Windows 8.1を、すでに導入済みのユーザーは、Windows アップデートを通じて適用できる。なお、マイクロソフトは本。 アップデートプログラムの適用期限を2014年6月10日と定めている。Windows 8.1でそれ以降アップデートを適用していない場合は、この日以降セキュリティ更新プログラムが提供されなくなる。なお、期限後でもこのアップデートを行えば、今後の更新プログラムは適用できるようになる。また、2014年5月からは、適用済みの DSP 版、およびリテール版、 ダウンロード版の販売も順次開始され、購入することで新規にインストールした時点で、Windows 8.1アップデートが導入された環境を作ることができる。また、今後は順次アップデートで機能を追加する予定であるため、大型アップデートは行わないことを明らかにしており、主要な新機能の追加は Windows 10で行われることになった。Microsoft、がって、 サーバーからダウンロード可能な状態にしていたため、公開前に簡単なレジストリ操作でダウンロードできる時期があった。2014年8月にリリースされたが、インストール後にブルースクリーンになってしまう不具合が多数報告され、更新プログラムの提供も停止された。Windows 8のシステム要件は Windows 7とほぼ同じであるが、新たに追加された要件として、耐え、 NX-SSE2 が搭載された CPU でなければインストールできない。6 4ビット版 Windows 8.1では、さらに CMPX-CHG16bit プリフェッチは、ラフーフ、左ハフ命令の搭載が追加要件として設定された。ただし、インテルの KB レイク、ジェミニレイク以降、およびクアルコムの MSM8996 以降、AMD のブリストルリッチ以降の各種時期、マイクロアーキテクチャなどについては、後継 OS の Windows 10のみのサポートとなり、当 OS は非サポートとなる。Windows 8では、新規インストール向けのリテール版が廃止され、DSP 版でのバンドル販売の制限がなくなるなど、Windows 7から提供形態が大きく変化した。 Windows 8.1ではさらに方針を転換し、アップグレード版が廃止された。これにより DSP 版を加えて、すべてのバージョンがダウンロード、またはパッケージ版のフルバージョンソフトウェアとして提供される、ことになった。DSP 版の販売形態は、Windows 10発売を機に見直され、従来の DSP 版パッケージの在庫がなくなり次第、Windows 8.1。 8.1プロもパーツ類とのバンドル販売に移行する。Windows 7の6種類から、さらにエディションが整理されて4種類となった。一般向けのエディションは単に Windows 8と呼ばれるものと、その上位版の Windows 8プロである。共に3 2ビット6 4ビット版が提供される。2013年1月31日までは、安価で購入することができ。 プロパッケージ版が5800円、プロダウンロード版が3300円であった。マイクロソフトストアでは、プロ、およびプロパックが、いずれも5800円であった。プロダクトキーは3 2ビット6 4ビット版、共通であるので、プロダクトキーを購入した後、どちらかを自由に選ぶことができる。なお、無印からプロへのステップアップグレードは、Windows 8。 8.1プロパックを購入。Windows 8のパッケージのデザインは、Windows ロゴにレイヤーズ、リキッド、スイム、ガーデン、ソンタグの5種類の模様が描かれた5種類のバージョンがある。Windows 8アップグレード優待プログラム2012年6月2日から2013年1月末の i b Windows 7以前の Windows 保有者向けに、 有体価格による Windows 8 Pro へのアップグレードキャンペーンが行われていた。Windows 8 Pro、8.1 Pro の OEM 版及びエンタープライズを含むボリュームライセンス版に限り、Q バージョンへのダウングレードが認められる。いずれもライセンス上の話であり、行使するには、QOS のインストールメディア及びプロダクトキーを別途用意する必要がある。 なお、ボリュームライセンス版の XP 以降については、認証方法が、通常の製品とは異なっており、専用のインストールメディアとプロダクトキーが用意、されている。2016年9月現在の時点では、法人向けの大手 PC メーカー製の一部機種で、ダウングレード権を適用して Windows 7、プロフェッショナルを初期インストールした PC が、発売されていた。なお、 その場合でもユーザーは Windows 7 Professional のプロダクトキーを入手することはできず、当該 PC に対しては別途インストールメディアおよびプロダクトキーを入手しない限りプロダクトキー入力が必要となるクリーニングンストールはできない。2014年1月からは Windows 7も Windows 8と同様にパーツとのセットでない新たな DSP 版という形での販売が始まり、前面に出荷の終了したリテールパッケージ版 Windows 7に代わって、引き続き Windows 7は単体購入が可能となった。その後、DSP 版の Windows 10発売後は、同 DSP 版の Windows 7、8.1とも在庫が切れ次第、順次パーツとのバンドル販売に移行することになった。 ただし OEM 版については販売は継続してはいる。ものの、利用者側での選択の余地が限られるため、新規に OS 付き PC を購入する場合にのみ、問題となり得る。少なくとも2013年5月時点で、家電量販店や Amazon などの通信販売業者といった一般流通ルートで市販されている、新品 PC のほとんどべては、 Windows 8プリインストール機に切り替わっている。そのため、新品の Windows 7機の購入は、旧モデルの在庫品や展示品などのアウトレット販売、大手 PC メーカー製通販1000倍オリジナルモデルを除き、直販 BTO メーカーや、内外大手メーカーの直販による、ダウングレード券を適用した一部法人用機種、一部、パソコンショップや、BTO メーカーによる、 オーダー機の他は不可能である。2014年1月、ヒューレット・パッカードは旺盛な需要に応えるために、コンシューマー向けに Windows 7をプリインストールした、PC を150ドル引きで販売すると発表した。2012年から2013年にかけて、同時期の PC 売り上げは全世界で14%減少したが、この不調の原因の大きな部分は、 Windows 8にあり、このバージョンはフロップだとする意見が業界には多い。2012年10月25日、東京、秋葉原で行われた Windows 8発売前日イベント。ありがとうございます。